ただ山形が本当に何度も言うように天皇杯でそのフロンターレとか、ね、レイソルだったり FC 東京を撃破してきた戦い方もやはりこのような構図の中でですからね。さあ入れ替わった行くか東折り返した逆サイド欲しい。うわ素晴らしい大分先制前半の18分星です。結局は一番外から入ってきた星選手に対してですね、それまでにでも何人がこうボールに近づいていく動きを見せたかですよね。馬場選手もそうですし、で一番奥に出すっていう。ここで岩田が上がってきて、うん、これも意表をつきましたよね。バックラインを下げたところでマイナスで待っていた星でした。